今日紹介する銘柄はこちら、証券コード4582新バイオ製薬、前日比マイナス67円、マイナス 5.39%、PER39.3倍、PBR10.0倍、時価総額452億円、現在の株価は1176円です。まずは年間チャート、こちらです。証券コード4582新バイオ製薬は、東京都港区に本社を置く創薬ベンチャー企業です。もう話題の銘柄ですよね。権利確定日は12月。今回ですね、初の通知が届きました。早速開けてみたいと思います。何が入ってるんだろう。配当もね、ないはずなんですよ。特に優待もないし、中にはもう何も入っていません。中には 1,2 つの書類が入ってました。まずはこちら、封筒の頭紙ですね。ここ付箋貼ってるところに住所と氏名が書かれています。割愛します。そしてこちら、2021年12月期は第3四半期累計期間で営業利益は黒字に転換と書かれています。いわゆるビジネスレポートですね。まあでも権利確定日が12月なのにこんな時期に届くのって感じですね。これ2ページなんですけど、すごいグラフが載ってます。とんでもない売上ですね。6ページには財務ハイライトという項目があり、売上、営業利益ともに順調に推移している様子がわかります。とまあこんな感じでした。やっぱりね、配当も優待もありませんでした。今日の相場全体的に下がりましたね。まさかここまで下がるのってね、ちょっとこうヒヤッとしました。この新バイオ、前回ご紹介した時には爆上げでしたよね。僕はね、欲を出しすぎたせいで利確する時にはほんのプラス2万ぐらい、もうそんぐらいになってましたね。相変わらずダメダメトレーダーですね。しかしまあその後の急落を見ると、そう悪くもない感じのトレードをしたのかな。まあプラス2万で良かったっちゃ良かったんですかね。明日はどんな相場になるのやら。金曜日なんで今週最後ですね。とりあえず明日も楽しみましょう。以上、今日も超ハッピーなカズでした。 See you!